안녕하세요가을입니다はい、ということでおはようございます。はい、9番出口に向かいます。今日はですね、低気圧がやばすぎて意味わからんけど、ふくらはぎが筋肉痛だし、肩がね、すごい凝ってる。すごい肩こりがすごい。はい、現在ここは、なんだっけ、内路三ヶ駅なんですけど、ハノイ行きたい。このね、内路三ヶ駅とかね、駅がバカ広いんですよ、本当に。この駅がね、3号線と2号線が通ってるんですけど、すごい広いの、本当に。なんでこんな広く作ったんってぐらい広いんですよ。もうなんか顔から眠いですみたいな出てるもん。やっと見えてきた、9番出口。ちょっと待って、私さ、今日ちょっと早く来たからさ、今すぐ出てもお店やってないわ。ちょっとなんか時間潰そう。上のさ、よもぎが入ってるパンなんだけど、これマジで美味しいの。中にお餅とよもぎだっけな。とりあえずすごい美味しい。これトレジューです。トレジュリアルチョコが入ってるんだって。これも美味しそう。クランベリーアップルクリームチーズだって。美味しそう。はい、ということでおはようございます。てかね、最近すごい暖かくなったの。昼とか17度とかね、上がるんだけど、今日はなんかすごい寒い。昨日までめっちゃ暖かかったのに、今日はなんか私が撮影に出るってなったらめちゃめちゃ寒いので、温かいものを、はい、食べに行きたいと思います。しかも今日なんか寒いし、出てみたらなんとね、お昼に雨も降るらしいんですよ。なんていうついてないこの日。ということでですね、今日今から温かいものを食べに行くんですけれども、今日は鶏麺。タッカンマリカレゴクスみたいな。とりあえず鶏と麺ですね。はい、今回今ここね、内路三ヶ駅っていうところに来ております。内路三ヶ駅、9番出口から出て今日向かっていきたいと思います。でね、今日も朝からしっかり食べて、まあ一緒にカフェ行ってみたいなね、動画になると思います。はい、今日行こうと思ってるカフェ、もう喋んのやめるわ。オープニングめちゃめちゃ長くなるから喋んのやめる。食べながら喋るわ。はい、それではね、9番出口から向かっていきたいと思います。それでは、うん、すごい空が真っ白です。はい、ということで出ましたらね、とりあえずこのまま直進します。見て、お昼のビュッフェ6500円だって。しかも現金だったら6000円、600円だよ、やば。だ、これを渡らずに右に回ってまっすぐです。そしたら最初にね、こんな感じで、信号機がない横断歩道があるので、ここを渡ります。そしたら最初の小道を、はい、左に入ってまっすぐです。はい、ずっと歩いてくるとこちらになります。じゃじゃーん。はい、開業50年伝統のサランバンカレゴクスってとこになります。50年って書いてあるけどさ、68年だから
50年にどうなってる？ごめん、ちょっとすぐ引き算できないんだけどまあこんな感じでテレビに出たやつもあるんだけど、シクシンロードとかセガレタイリンとか戦前ゾンボトンとかビジェットコンデにも出ましたね。おお、めっちゃいろいろ出てる。あ、もう入ってるから入っていいんだ。じゃあ入っていきたいと思います。いらっしゃい。한면이요네칼국수는아직안돼요아그래요그럼배빵하나주세요今入ってきて注文したんですけど、なんと今日カルボクスを食べようと思ったんですけど、店員さんがこの時間は1人しかいなくて、カルボクスは11時過ぎないとダメらしいです。ということで私が頼んだのがペクスッペッパンって言って、茹でた鶏茹で鶏の、なんか定食みたいなやつにしました。8000ウォンですね。8000ウォン、もう出てくる。早っ。감사합니다。ソース만들어주세요。네。저빨간색소스꼭챙겨주시면돼요。네。감사합니다。짠。はい、じゃあこちらがペクスッでございます。半分入ってます。で、玉ねぎとサンジャン、それからご飯とキムチ、そして、これがスープですね。ネギと塩でございます。今おばちゃん教えてくれたんですけど、これにネギ入れて自分でソース作って食べる。それからこちらにね、今塩をくれたんですけど、塩につけて食べるか。めっちゃ美味しそうなんですけど、ちょっといただきます。바다여기있고소스에그찍어드세요。네、알겠습니다。감사합니다。それではいただきます。今ちょっとカルボクスが食べれなくて残念だったんですけど、スープがあるので、すごい、待って、見えるこの白いの全部ニンニクが、やばい、めっちゃ美味しそうなんだけど、ということで、じゃあね、あのソースを、ね、作りたいと思います。じゃあここにネギ入れて、あ、赤いソースだ。チョジャンの匂いがする。塩につけて、はい、食べます。何？めちゃめちゃ美味しい。やばい、マジで本当に美味しい。でもマジで美味しい。何これ、今まで食べた鶏で一番美味しい。って感じ。このこう火を通しただけじゃんみたいな感じだ。でもね、美味しすぎる本当に。わあ、これちょっとマジで、わ、私これ YouTube やってなかったら絶対教えない。マジで美味しい。カル
ボックスじゃなくてこれ食べたのが正解だと思う。さっきね、なんか韓国来たらさ、チキンみたいなとこあるじゃん。でも私なんかもう食べ過ぎて、なんかチキン飽きちゃったの。できるならなんかもう見たくもないくらいチキン飽きちゃって。ダッカンジョンとかも最近全然鶏食べてなかったの。でもこれはやばい。これは美味しすぎる、マジで。チキンとか今まで食べてきた鶏料理の中で一番美味しいと思う。ちょっと塩味があるのね。ご飯とめちゃめちゃ合う。はあ、美味しいな。なんか韓国酒ダメって言われてちょっと若干テンション下がったのは事実なんですけど、今この店で韓国酒頼んでる人見てバカめ、これの方が美味しいのにと思ってる。これなんだけど、今おばちゃんがすごい量の伝票を準備してるわけだから、お昼時マジで人やばいと思う。だから来るんだったらオープン時間じゃないと、11時半から1時過ぎぐらいまでは多分大変だと思う。入るの待たなきゃいけないと思う。でもなんか2階席もないからそっちに行けば行けるかもしれないけど、ちょっとわかんない。なんかよくわかんないけど、ご飯がめちゃめちゃ美味しい。マジでびっくりするぐらい美味しい。鶏半分ペロリなんですけど。鶏肉食べてご飯口に入れてスープ飲む時がめちゃめちゃ美味しい。で、ここの韓国酒はね、麺の普通韓国酒って麺だけど、でもご飯が入ってるっぽいんだよね。맛있는데지금처음먹으시죠?좋아요?네친구들하고같이와네혼자먹고아깝죠?네맞아요진짜감사합니다감사합니다잘먹었습니다네고맙습니다はい、ということでごちそうさまでした。ということでね、もう本当に私こんなに美味しい鶏肉本当に本当に初めて食べた。ということでですね、午後もう一個撮影するんですけど、それがね今回はヘファ駅っていう4号線上にあるねあのとこに行くんですけど、まあねいつも通りそこに行ってカフェ行って、まあ、ゆっくりちょっとお休みして午後の撮影って感じなんですけど、まあ、いつもはハリスとかトゥーサンプレイスとかあとスタバとか、まあ、いわゆるチェーン店に行ってお休みするんですけど、今日はちょっと行きたいねあのカフェがありまして、2つぐらい行きたいのあるんですけど、今日はちょっと飲み物が美味しそうなところに行きたいと思います。じゃあバス乗ってはい行きます。おー何このバスかっこよ、電気バス。だこれだこれだ、待って待って私も乗るから。今ちょっと走っただけでめっちゃ疲れた。もう本当にね、今日すごい低気圧がすごいんですよ。朝起きて、あ、今日やべえなみたいなと思ったけど、それでも頑張ろうと思って。だって私は長女だから、次女だったら頑張れなかったけど、まあ、とりあえずそんな感じで頑張って出てきたわけですよ。ぶっちゃけ頑張って出てきて、カルグクスは11時過ぎからしかできませんって言われてもう終わったと思って、ぶっちゃけめちゃめちゃテンション下がったし、もう帰りてってなったのでも鶏肉を食べたらね完全回復しました。ホンチャイン입니다。
いかにも雨降りますみたいな空してる。ただね、ちょっと不安なのがね、そのチェーン店じゃなくて個人経営のカフェだからやってるかな。とりあえず今営業時間ではあるんだけど、ここです、2階のカフェ。暗いんだな。ほらね。はいはい、じゃあもう一個行きます。もう一個のカフェはめちゃめちゃなんかお店がね、綺麗なの、お店の中身が。よかった、2個ぐらい探しといてカフェ。でもデアンロはなんかね、すごいカフェが多いの。やっぱり大学生がさ、勉強したりとか多いからかな、わかんないけど。あ、ここだ、すぐ見えた。あ、ここはやってる、よかった。はい、ここになります。カフェレンデビュー、ランデブー。よかったよかった、やっとる。안녕하세요、ここランデジャピュアナ주세요。네、Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm... え、待って、カフェ良すぎん？めちゃめちゃ広いし静かだし、まあ、今人がいないからだけど、え、良すぎん？さっきのさ、暗いところがグレーゾーンってところらしいんだけど、めっちゃ暗くてさ、おしゃれで、でもあそこに座ったらさ、顔見えねえなと思って今外に座ったんだけど、良すぎん？ということで、私頼んだやつが出てきたので、すごい美味しそうなの、ちょっと見よう一緒に。じゃーん、はい、こんな感じで、ちょっと人がない間にさ、写真撮っちゃおうと思って、出てきたの放置したらちょっと水溜まっちゃったんですけど、ここの特別なやつなんだっけ、飲ませちゃったんだけどバニララテよりもちょっと甘くなくてみたいな甘めのラテです。じゃあこれを見て、めっちゃ写真見て、このハエ、飲んでいきたいと思います。うん、まっ、え、これ買って帰るわ、買って帰る、美味しい、めっちゃ美味しい。私はここでもうちょっと休んで、ここの近くでね、はい、美味しいと言われるお店がありますので、そちらの方に行きたいと思います。はい、ということで、なんか全部含めてごちそうさまでした。なんか前回普通に Vlog 的な感じで終わったら、終わりが聞きたかったとか、はい、それではっていうのがね、聞きたかったとか、割とあのコメントを見つけましたので、ちゃんとね、締めをしたいと思うんですけれども、とりあえず今日動画に映ったもの全部おすすめです。私がもう何年間もこうやってね、韓国の美味しい店を旅してるわけなんですけれども、今まで食べた鶏肉料理で一番美味しかったです。ということで、今回は超人気で超口コミのいい長年続く鶏カレーゴクスを食べに行こうと思ったけど、余儀なく食べたペクスがめちゃめちゃ美味しかったの回でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。